はい、ではスカッシュサークルミックスマロン、1年の絆をさらに深めましょう。飲み会乾杯。乾杯。ういういうい、いただきます。うわあ、おいしい。あのさ、一発目ポンシュの俺が言うのもあれだけど、最初その黒糖なんとかタピオカなんとかなんとかドリンク頼まないで。あのね、メニューを見た時にタピオカっていう4文字が目に飛び込んできて、その4文字を読んだ瞬間に胸が踊ってしまったの。私ね、ほとんどタピオカを食べたことがなかったから、これだと思ってそれで注文して。変だよね、カレンってさ結構変わってるよね。あ、飲み会の最初の注文でタピオカを頼むのは変？まあ3杯目以降かな。イレギュラー？うん、イレギュラーだと思う。イレギュラーなんだ、覚えておくね。ありがとう。このお洋服かわいいよね。このお洋服は下北沢で買ったの。うん、下北沢の路上で、うん、あの買った。うん、まあ、多分違法で商売してる人が。何？違法で商売。下根路社でしょこれ。あ、そうだった。そうだった。知らない？これめっちゃ高いんだよ、シモーネロシアっていうブランド。うん、そんなことないんだけどね。うん、そういう風に考える人もいるけど、それほどでは。え、っていうかさ、カレンっていつもめっちゃいい服着てんのよ。いや、俺服好きだからさ、わかんだけど、なんかインスタとかでもさ、この前ジルサンダー着てたっしょ。あの、ポケモンの名前です。違う、あの、サンダーの、いとことかそういう概念ないから。そういうやつ。ジルサンダーも着てたし、マルジェラも着てたし、あとザロー着てたよね。ザロー知らないよね。そうだからね、あの人のお名前。太郎、ジロー、サブロー、ザロー。違う、そういう4兄弟の最高。そのオリジナルブランドとかじゃなくて、え、知らない？ザローってめっちゃ高い服。うん、父がすごく下品でね、あのブランド物じゃないと服は買わないぞっていう感じで、私バイトもしちゃいけないから、だから父にお洋服を買ってもらうしかなくてね。それで、あ、父はなんていうか成金なの。大してお金持ちではないんだけど、お金持ちぶりたいというか、だから私そういうのが嫌だから、ブランドロゴとかそういうのがないお洋服を着ていたんだけど、カッシーにはお見通しだったんだね。いや、俺はだってすぐわかるよ。てか、成金とかじゃないよ、ザローを買い与えるって。確かにさ、カレン、そのロゴドン系は着ないもんね。このバーンみたいなやつは。カツドン？いや、それわかるでしょ、そのロゴドンっていうさ、こう、いい服着てますって言うんじゃなくて。そういう表現があるんだ。うん、この覚えておきます。いや、もういいから、その、このなんかにじみ出る、もう内から上品さがにじみ出る系のさ、おしゃれな服着てるからすげえなと思ってて。でも言われてみればさ、マルジェラのね、四つタグも切ってたもんね。あ、そのタイプだと思って俺。カッシーにはお見通しか。でも本当に別に私がこうしたいからっていうわけではなくて、なんていうか、こう環境的な要因。環境、まあね、薄々ね、俺たちも思ってたけど、やっぱお嬢様なんだね。お嬢様じゃない。え？私お嬢様ではないよ。っていうか、あの、お嬢様って言ってほしくないな。おお。え、でも、え、実家どこ？渋谷ってすごく若者の街で、あの、ファストファッションやファストフードなどが乱立しているでしょ。渋谷の説明はいいよ、渋谷は知ってるから。え、渋谷って言ってもさ、渋谷区って渋谷区広いじゃん。え、消灯？消灯だ、消灯なの？ごめんね、カッシーのお酒を勝手に。いいけど、実家消灯なの。そう。すっごっ。やめてよ、私そういう風に言われるのが。それはもうガチお嬢様だよ。私はお嬢様じゃないの、本当に。というか、
お嬢様っていう見られ方をしたくなくて、それでこの大学に来たんだけど、父と母は大学までついている小学校に入れたんだから大学まで行きなさいって言われたんだけど、私嫌で、それで頑張って国立受けようと思って、なんというか敷かれたレールに乗せられているのも、とにかく何もかも全てが嫌でね、私本当にお嬢様らしい精神なんか1ミリもないから、だから下品なお友達としてこれからもよろしくね。それは無理よ。すごく乱暴だし雑なの。いやそれを感じたことないもん、彼から。いや、まあ、確かにね、あんまりそう今までこのね、こう自分の話しないなとか思ってたから、俺たちも、まあ、そうかなと思っても、まあ、あんまこうね追及しないようにしてたけど、確かにね下ネタとかも全く言わなかったもんね。下ネタは特に大好き。あの、無理しないで。なるべく幼稚でお下品なお話が大好きで。いいから。あの、先日もね、お尻お尻に、いや、お尻そんなもう、そんなね、吐きそうになりながら言う。お尻におできができて、いいそれを鏡で見たら、なんかあのお尻の造形に見とれてしまって、それで鏡を15秒ほど見て、それがっていうお話。これ下ネタ、なんかすごいアーティスティックな話にも聞こえたけど、お尻ってこんな形をしてるんだってことに、あの鏡で改めて気づいて驚いてしまって。上品だな。あの、そういうお下品なお話でした。お上品だったね。いや、てかさ、別に良くない？お嬢様でもそういう風なフィルターをかけられてしまうと、私が私でなくなるような気がして。いやそれさ、たまたまそのお嬢様っていうそのフィルターでね、こう見られるかもしれないけど、だってここにいる全員ってか、もうみんなさ、何かしらのそのフィルターにはかけられてるわけじゃん。いや、俺だってさ、そのめっちゃ服好きでさ、何よりも服好きだから、こう飯とかもできるだけ安くしてとか、クレジットカードももうリボ払いぶっ放してみたいな、そういう風に服買ってるから、なんか俺リボ太郎って陰で呼ばれてた時もあるし、あとそのご飯をさ節約してさ、でっかいそのチョコチップのメロンパンを毎日食ってたから、あのチョコチップ二郎とか言われてたこともあんのよ。リボ太郎、チョコチップ二郎、ザロいや、だから三兄弟だ。いや、だからそういうもんな。みんなさ、その何かしらこうね、そういう風にしたがるわけよ。だ、別にそれがお嬢様って言うんだったらさ、全然良くない？みんなも？いや、私は浪人だなんていう目で見、そうだね、フィルターって本人しか意識していないことなのかもしれないね。いや、そうなんだ。意外とさ、そんなもんだからさ。わかった。じゃあ、今日からあの、お家のことも話します。みんな私のことを謎な人間って思っていたと思うから。うん、そうだ、父の着ていないお洋服いる？え？マジで？でもこういうことをやってしまうと、私が金づるのように扱われてしまって、お友達の関係が破綻してしまうと。いや大丈夫、あの、じゃあ本当月2着までで。多いよ。てかまたさ、あの、ツッコミでした。お尻の話をもっと聞きたよな。お尻。